まのっちです。よろしくお願いします。ときめもやっていきましょう。このままじゃ3年目までいかないんじゃないかというコメントをいただきました。俺が飽きるのが先か、それともゲームオーバーになるのかというところで3年って言ってんのかな。わかんないですけど、俺は10年やる自信はないぞ。だってもうある程度出会い終わっちゃうだろう。なんかそのイベントで出会う人が強いらしいんですよ。コメントいただいたんですけども。ってことはさ、そのイベントで出会う秘書でもう出会いは終わりでしょ。そこからまあ恋愛イベントないと思うんだよね。言っても野球ゲームじゃん。経営ゲームじゃん。んで、今休んでるゆりはまちゃん、はねずちゃん、はい、という名前らしいです。2日連続でコメントいただいてるから。よし、やってっか。ちょっとこれ教育したら2人いっぺん行くのかな。やってみていいかい。ちょっと待って。行くならこっち。あきちゃん。うん、なんでもいいよ。とりあえず経済とこうか。あ、行くんで、一緒に行くんだね。なるほど。じゃあ、ゆきのちゃんどうしようか。権利契約いっとこうか。はい、頑張って。そういえば服装もあれかな、こう秋仕様冬仕様に変わっていくのかな。そこら辺の細かいことやってほしいな。秋っぽい、うん、どんばい。はい、こんにちは。はい。うん。秘書にスカウトする。実はうちの秘書になってほしいんですけど、どうかよろしくお願いします。えどうしてですか？私なんかでは力になれないと思います。なれるなれる、大丈夫大丈夫。いけるって。もう部屋暗くすれば大体みんな一緒だっていけるって。なんででしょうね。いや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 、そこで信頼度下げられる理由がわからないよ。はい、なんだい。はい、能力的な9位がなさすぎてな。社会人に9位 F はちょっとやばいよね。そんなに伸びしろはない気するんだよな。高校生なんかこう怪物って言われるようなね、こう選手をぜひぜひ引っ張ってきてもらいたい。これ休むのも一緒に休むのかな、きっと。はいはい、いいね。成功指数61、57、うん。いってらっしゃい。教育しようか。いいとこ伸ばしていった方がいいと思うんだよな。経済でいこうか。はい。今日ドラフトやりたいね。そこまでいけんのかな。そっか。はいはい、いいうんうん、はい。来年のことも考えないといけない時期になりましたね。もっと集客力や収入を上げる努力が必要。個人的にはね、いやー、どうなんだろうな、どれが正解ってこともないよね。どれも正解だと思うんだよね。球場施設の整備、やっぱお客さんが来た時にこうまた来たいなって思える場所、やっぱ綺麗な場所、それが大事だと思う。はい、あれだね、ゆりはまちゃんはなんか優秀な感じがするね。いいね。勝手にやってくれるんじゃないんだ。売店、はいはい。いやー、行きたいなー、なんか楽しそう、売店とか。うん、なるほど。はい、あー、もうここら辺まで来ると俺は何一つ分かってないよ本当に分かんないんだから俺は。何をやればこの成功指数は増えるんだろう。人事かな、器量かな。ちょっと待って、能力、成功指数の差が出るのは多分行動力、人事力なんだよね。この2人を見比べると信頼度多分関係ないでしょ。で、鍛えれるのが人事力しかないから、多分人事力を上げればこの権利契約が有利な気がするんだよな。ここね、なんでこの経済力が暗転してるのかが分かんないね。そこが使うよってことなのかな、よく分からんな。とりあえずちょっと待てよ。数字覚えておこうぜ。61な、61。人事鍛えて、これはまず成功すると思うから、うわ、増設、待って、お金かかるよね。ちょっとお金今貯めたいんだよ。貯めたいって言ってあったな。はい、そうだね、特打ちだな。バットフロー、というかあれだよね、ちょっとずつだけどポイントは溜まってきてるから、誰かしらに振り分けてもいいですよね。あれか、一応全部終わってからか、予定は。うん、はい。ではこれもう、話出たね。気は変わりませんか、何度誘われても同じですよ。これやっぱそうだ、横にいるやつの信頼度が下がるんだ。マジ迷惑でしかねえ。よくやった。はい、はい、ん、練習グラウンドを整備するといいんだ。なるほど、いいこと聞いたぞ。一応見ようか。はい、お、能力アップ時の必要ポイントが少なくなる。あ、これいいね。レベル900以上、なんかすごい俺の思うレベルの桁以上が来たな。じゃあちょっと練習施設、めっちゃ高い、成功指数90もある。やってみようか。はい、いってらっしゃい。で、61だった。あ、66、やっぱ人事力なんだ、大事なのは。なるほど、そっかそっかそっか。ってことはここでもう一回人事力上げとこうんで休暇。はい、やべえ、ちょっとコツ掴んできたぞ。いい感じだぞ。ていうかさ、イベントで増える秘書ってのいつ来んのかな。どうした姉妹かな。なんか怪しい匂いがしませんか。ホモか。間違いないな。こんだけ上がるってことはそういう感じだな。日ハムだしな。いや待ってごめんもうなんでもないわ。いいファーストピッチだわ。お、センス1ついたぞ。よし、いけねえが69、うん、いける気する。だいぶ上がってきてるぞ。いってらっしゃい。多分これあれなんだろうね。なっちゃんあきちゃんの姉妹に行かせた方が成功するんだろうね。成功率3倍だっけ。オッケー、よくやった。お疲れさん。はい、なんかいいことありそう。赤字だけど。ていうか俺もあれだわ、リアルマノッチ。あ、スピリッツ上がったぞ。確定申告やんなきゃだわ。なまらめんどくせえもん本当にもうお金に関してめんどくさいことしかないもんな。わあ、すげえ、90もあるぜ。あれだな、ちょっと休ませないとな。はい。うんで、秘書教育いってらっしゃい。何やろうかな。何かしらやっぱ成功はさせたいよな。お金は使いたくないけども、やっとくか。ちょっと待って、成功指数が低い。何が36、56、56。この経済力を活かせるのは何なんだろう。あまり活かせるものがないんだな。多分ここら辺かな、あるのは。なんかそんな感じだよね。ただ何もやらないのは無駄なので、58、まあこれ成功させましょう。ドラフトまでいけるかな。はい、この服装いいね。可愛らしいね。ペンダントのC は何なんだろうな。チンポ。最低いやーもうあれだよ、俺近々37になるおっさんだよ。もう37がチンポって言ってゲラゲラ笑うのやだ。もう変わってないもん、中学生から。みんなもあれだよ、37になっても今と変わってないから。またこれあれでしょ、ゆきのちゃんの信頼度下がるでしょ。何か方法はないのかな。先生を誘う方法さ。やっぱ成功指数は80ぐらい欲しいよね。もうちょっとゆきのちゃんも徹底してちょっと鍛え上げようか、ここ。ここでね、ゆりはまちゃんがね、余るんだよ。何をやってるのが一番いいんだろうな。とりあえずやってみよう。いろいろやろうぜ。変にケチりすぎてもよくねえしな。はい。なんでライオンズが勝つだけで球団人気下がるんですか。はい、なんでソフトバンクが勝つだけで球団人気下がるんですか。お、こんにちは。ごめん、何？豆腐、はい。豆腐は栄養価が高く健康食です。それに美味しいです。なるほど。いい豆腐が手に入りました。どうぞ。はい。はい。さあ、ここはもう姉妹に行かせましょう。行ってきて。この服装だって俺はなっちゃんの方が好きかな。教育しまくるぞ。レベルアップだ。ゆるはまちゃん暇だな。球場、はい、これ行こう。観客席数、これだな、売店だな。やっぱ売店は楽しいよ。ああいう場所ってのはやっぱ財布の紐緩むから。はい、これ繰り返していけばいけんのかな。何かしらの施設のレベルが足りてないとかなのかな。はい、多分うちの信頼度下がるんでしょ。じゃあいや人気下がるんでしょ。下がんなかったわ。はい、いやーすごいなこの2人な。はい、いやこれ金怖いなマジで。はい、いってらっしゃい。いや、ミート技術ですね。俺はもうミート特化好きですよ。はい。引退選手と自由契約の選手、はい。ベク・チャスンはいないか。はい。ほい。寒くないのかいその服装は。まだ来た。いやこれ多分なんかの条件あるんだろうな。こんな不自然にピンク色になったらどうしたの？どうしたのなんかエッチじゃない？どうしたの？多分休ませてってことだと思うんだけど。生ラエッチ、いい感じにレベルアップはしてきてるね。っていうかなんださっさと帰るだな。何もねえ。はい、あら、いってらっしゃい。ほう。たださ、年俸高いじゃんみんな絶対に。そんな余裕ねえよな。で結構いいこと教えてもらってたのが、最初の3年ぐらいはもうお金貯めをしなきゃいけないみたいなことは聞いてるので、欲しいベクチャスン欲しい、欲しいな。まあ優勝というか、まあ、そこら辺もう諦めて進めれるのはいいんだよね。はい、なんかパジャマみたいな私服ですね。お、ファンサービスコマンド。はい、2月からシーズン終了までの期間とそれ以外で依頼できる内容が、あ、なるほど、オフとシーズン中で違うってことか。うん、効果の大きい項目ほど結果が出るのに時間かかる。まあこれはわかるんだけども、秘書能力がアップする場合変化量も少なくなります。その経済効果が多いと秘書能力の方はそんなに上がらないってことか。成功指数は器量で決定されます。いや、ここら辺ね、覚えときゃよかったね。全く覚えてないもん今。はい、ファンサービスあった。器量がねえんだよな。ただちょっとやってみようか。ちょっと待って、これあれだな、なっちゃんあきちゃん帰ってきたらやらせないな。お、いいね。成功指数90までいってるよ。これで成功してくれたらあれだね。あ、しない。レベルを上げた会話あったってもんだよね。ほう。はい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 。うまくいかんなうまくいかないな。本当にあれだね、浜風姉妹が頑張ってはくれてるけど、気量は49か。てかもうちょいなんかあれだね、体力回復させたいね。全然ないじゃん。てか成功指数は90以上上がんねえのかな。はい、どういう関係なんだい。ナンパ。ちょっといや今めっちゃ想像したら怖いね。このユニフォームを着て声かけてきたんでしょ、このキャピキャピした女に。すごい怖いね。うん、いいよ。あ、来た。よし。安定したセットアッパー。はい。絶対的な抑え。うん、てか、その2つ要求してくるってことはもうリリーフ陣崩壊してるってことでしょ。もういいね。ちょっと大西くん狙いたいな。はい、はい。間違いなく入ってくれるとかっていうわけじゃないんだよ。めっちゃリアルだね、ここら辺もね。ちょっと待って。そうなんだ。そっか。うん。始まった。ちょっと動画長くなっちゃうね。このドラフト終わったらやめよう。まずこの大西くんは取りたいですね。ちょっと大西くん星は65いいね。ちょっと75以上ダメ。っていうかあれじゃん。結構な当たり年じゃん。これうまくいけば俺大西くん一本釣りできるよ。勝部くんでいいのかな。いいね、能力ね。いいね、攻撃的だね。高卒でしょ。長打力へ魅力。いや、まあ大西くんでしょここは。これはもう1年かけてうちが選んだ選手でもあるわけだから、かぶってもいいよ。くじやりたいから。オッケー。さあ、誰か余ってて面白い選手は野手欲しいな。さっきの長打力 A の子はもう取られたかな。取られてるね。欲しかったけどね。吉永君いきましょうか。はい、先発も欲しいな。あ、スタミナあるしいいんじゃない。良さげじゃない。取ろう。わかんない。みんなここらで選択終了していくのかな。もう正直いらねえっちゃいらねえぐらいなんだけどな。えなりかずき気になるな。彼取っとく？うちも選択終了で。はい、どうでしょうか。まあまあいいんじゃないですか。うん、しない。まあしない、ごめん。はい。はい。ここ。いや、入ってもらいたいね。いや、もう自分で説得に行く。これはちょっと待って、何があんの。バカ野郎、金で釣るなんてことしねえよ。自分で説得に行くんだよ。もう帰ってきた時には両好き呼びになってっから。もう帰ってきた時には両好き呼びになってっから両好きいっぱいいんな。涼介、なんでよお前、どうすんだよ。入れよバカ。何やったんだよ GM。あ、そう。ああ、やっぱ吉永亮介だよな。大西なまるドラフトむずいべや。はい、ドラフト難かったね。よし、じゃあ、今回ここで終わりますか。ちょっと30分やっちゃったね。はい。では、終わりましょう。終わり。バイバイ。そうしようか。